独立した立場から政府に提言を行う日本学術会議の6人の新たな候補を菅総理大臣が任命しなかったことについて任命されなかった教授らが今日野党の会合に出席し菅総理の対応について批判しました。内閣総理大臣が推薦をですね左右するとこういうことはあってはならない今後の日本の学術にとって。 大変あの大きな歪みをもたらすと思います任命を見送られた早稲田大学の岡田正乃教授はこう述べ総理が日本学術会議の会員を恣意的に選定すべきではないとの意向を明らかにしました日本学術会議は今日の総会で改めて6人を任命するよう求める要望書を菅総理に出すことを提案しました